時計用ゼンマイバネ時計のゼンマイバネを格納している。コ箱の断面図自動巻き時計のゼンマイバネ。左端はしっかり固定されているわけではなく、先端が折り曲げられ、コ箱の内側の突起に引っかかっており、ゼンマイバネが巻かれるとコ箱を回す。目的の方向と逆に回すと突起から外れるため、現代ではコハゼという装置で防がれている。 全米バネは男性の高い素材を渦巻き状に巻いた機械要素で巻かれた渦巻きが元に戻ろうとする力を機械装置の動力源として利用するバネの一種。山菜の全米の新芽に形が似ていることからこの名がついた。渦巻き状であり渦巻きバネとも言われる。バネを省略し単に全米と呼ぶこともある。 渦巻き状の一方向巻いたバネのみを刺して、スルメという場合があるが、これは他の方式、形状のゼンマイバネが存在したことと、スルメを焼いた時に反る様からの連想である。ゼンマイバネは板状の金属など、その面方向に巻き込んだもので、その中心軸を巻き込むことで面に対する横方向の変化を与える。力を出す時は、これが伸びる方向に変形するから、 軸を回転させることができる。ゼンマ米バネを巻くことでエネルギーを貯蔵することができ、解放することで徐々にエネルギーに変換することができる。時計やおもちゃなどの動力として使われている。時計などの本体に内蔵されているゼンマ米バネを巻くための差し込み式の器具を巻き鍵という。江戸時代にはクジラの髭を使ったゼンマ米がからくり人形で使われていた。また、 自動機器や電気が普及する中で、エコロジーやサバイバルの面からも見直されており、省電力で長時間動く機器の発電用や、使用時に補助的な動力が必要な機器、電力を用いない、スライド式の自動ドアへの転用、農業用水路を使った水力発電の発動機に転用した実験も行われている。電力も電池も確保が難しい品困国向けや、 災害時の非常用として、全イ式ラジオ、全イ式ライトなども作られている。時計などに用いられる S 字に巻かれた全イバネは、バネ全体にかかる応力を均等にして、弾性破断を防ぐために用いられている。全イバネは15世紀のヨーロッパで、全イ式時計で使われ始めたのが最初である。1400年頃、錠前にバネが使われるようになった。そして、 当時は時計職人が常前職人を兼ねているのが普通だった。そのため時計にバネを使うようになったと考えられる。全イバネを使うことでそれまでの重りで駆動する時計に比べると小さく携帯可能な時計が製作可能になり1600年までに世界初の懐中時計が作られるに至った。一般に五5 1 1年頃ニュルンベルクの時計職人。 ピーター・ヘンラインがゼンマイバネを発明したとされている。しかし、1400年代に重りを使っていない携帯可能な時計の記述が文献に多数あり、少なくともヘンライン以前のゼンマイ駆動の時計の実物が2つ現存している。現存する最古のゼンマイ駆動の時計は、ニュルンベルクのジャーマニシャス・ナッシュナルミューズムにあるバージェンドレアで金メッキで装飾されている。 図像学的研究によると、その時計は1430年頃、フィリップ三世のために作られたとされている。初期のゼンマイバネは、焼き戻しや焼き入れを施さない鋼で作られていた。ゼンマイを完全に巻いてもそれほど持たず、1日に2回、巻く必要があったという。ヘンラインは1回巻くと40時間動作する時計を作ったとされている。 日本で有名なゼンマイ式時計として発明家、田中久志絵によって制作された万年事名称がある。このゼンマイは真鍮によって制作されており、その稼働時間はほぼ一年と非常に長いものであった。ありがとうございます。